くりしていってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。大体6作品くらいをまとめてレビューするのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。筋肉島、肩にトラック乗ってんのかいなまんまな漫画。いいよいいよ26番切れているのぜ。非常に面白いと思うボディービルをテーマに作った筋肉漫画。まず、ボディービル大会って実はものすっごい面白いのぜ。例えばネットミームにもなった、そこまで絞るには眠れない夜もあっただろとか、肩にトラック乗ってんのかいとか、ダイヤモンドよりも美しいとかね。ボディービルってただひたすら自分との向き合いで、自分がどれくらいマシーントレーニングしたか、食事制限をどれだけ徹底したか、で内面を鍛えるような宗教なんだよね。で、ボディービル大会においてはみんな精神的な仲間みたいなものだし、ほぼみんな筋トレの大変さを知ってる同士だから、優しい応援にあふれるという筋肉教という信仰宗教みたいな空間がボディビルって世界なんだよね。この前提条件を知ってて、ボディビルって面白いって基礎知識を知った上で、この手の筋肉おバカ漫画を読むと、あんこにじんわり染み渡る、いい感じの漫画としてたしなめます。内容は、筋肉島みたいな、筋肉を鍛えることのみに徹底した文明を一切排除した島が存在して、そこに筋トレ大好きの上司と、筋トレそこまでって主人公が取材に行くというシナリオ。ここから筋肉島の筋肉たちの熱苦しい歓迎を受けつつ、トレーニングしつつ、派閥間のバトル展開を始めるというむさ苦しい漫画。一応ちゃんとムキムキのヒロインも出てくるが、この漫画を通してボディビルって面白いなってのを体験できる。そんな感じの2020年っぽいむさ苦しい漫画。褒めているのぜ。真面目におバカなことをするって、とても面白い。そんな漫画なのぜ。マンオブラスト。内容的には北斗の拳プラス僕のヒーローアカデミアって感じ。シナリオは生まれこそ全てという、ヒンドゥー教みたいな世界。そこで最底辺階級のシュードラの、奴隷の孤児として生まれた男が主人公。こいつが奴隷として、規定で上位階級のために奴隷をしてたら、なんやかんやあって上位階級の炎の能力者の、激凛に触れてガメオベラ一歩手前まで行く。そこでなんやんかんやあって運よく、パワーレベリングをして鉄の能力者になった主人公が、階級社会絶対許さんマンになって、鉄の能力を使って世界を旅するというシナリオ。作画が僕のヒーローアカデミアって感じだし、そこに出てくる皇室家の能力者と、主人公がクリソツだし、能力の中で当たりである皇室家の能力を使って、調子に乗ったその世界の貴族みたいな既得権や、能力者を分からせるという展開はインスタントでよくできている。この漫画は何かとりわけ新規性があるわけじゃない。人気作品の影響を受けた作家が作った二次創作のような、いわゆるメディアミックスなロー系作品。だけど、この二次創作っぽい作品の品質が、とても良いし作画も上手で、小回りもキビキビしているし読みやすい。ちゃんと次の目的地はここですって、フラグ管理がしっかりしてるから、読者も心地よく読んでいられるし、奴隷で穴蔵の生活しか知らなかった主人公と一緒に、地上の世界はどういった世界なのか、といった感じで世界が拡張される系の作品だし、とてもよくできたお上手な作品なのぜ。新規性なんかなくても、ミニストレートでぶっ飛ばす、まっすぐ行ってぶっ飛ばすって分かってても、圧倒的に能力が高ければ、一点突破できるっていう典型的な漫画。作画もくっそ上手だし、フラグ管理が群抜にお上手なのぜ。フラグ管理っていうのは、例えばこの漫画だと、初っ端に地上の光を感じて、地上ってどういうところなんだろう？ってシーンを入れるんだけど、これを入れることで読者に地上を目指すシナリオですってフラグを示唆するわけ。そうやって、小回りだったりとか見せ方で、次、ここ行きますとか、次こいつぶっ飛ばしますって自然と示唆させられる。ストーリー進行の描き方がくっそ上手。だらだら、主要の描写とか入れないで、キビキビ世界を拡張し続ける内容を展開し続けられたら、ワンチャンアニメ化狙える作品だと思うのぜ。立ち会った、内容とか世界観の描写、作画力とかは大体マンオブラストと同じのすげえ漫画。こっちの方が連載が先なのぜ。内容は大体マンオブラストと似た感じで、こっちはトライガンプラス能力者バトルものって感じ。マンオブラスト読んでたらこの漫画を思い出したって感じなのぜ。どっちもくっそ面白いし、どっちかが好きならどっちかもハマると思います。内容は、展開以外が消失した世界、その展開なるイスラエルみたいな国でパレスチナ人をしている少年が主人公。こいつがなんやかんやあって、イスラエル人のご機嫌を損ねたので、廃棄系ってことで存在しない地上に落とされたら、地上はしっかり存在していて、そこで能力に目覚めて、能力者として仲間たちとガラクタなるモンスターを倒す掃除屋をしつつ、世界を拡張しつつ、展開に戻ることを目的とする漫画。
作画が圧倒的にお上手だし、能力者の武器がハサミだったり傘といった、宙に心をくすぐる武器デザインが秀逸。存在しないはずの地上ってどんなところ?って感じの世界の拡張をたしなめるし、ちょっとずつ展開の生き方のヒントを集める過程は初期のガンムっぽい感じ。バトル展開の作画がお上手だし、銃夢とかトライガンとかが好きなら、合うと思うのぜ。ちなみにこの漫画って、面白いんだけど、アニメ化しづらいだろうなって思う作品。アニメ化にもトレンドっていうのが存在して、2020年だとインスタントでわかりやすく、すぐ気持ちよくなれる作品がアニメ化しやすい傾向にあるのぜ。とりわけタイトルがクッソ激烈に大事で、ガチアクタってタイトルからどういった漫画か全く想像できない。こういう漫画は面白いか面白くないか?っていう評価の以前に、大抵の人は興味すら持ってくれないから2020年向けじゃない。アニメ化することが全てじゃないし、タイトルにこだわりがあるならこだわったタイトルにした方が、連載に気持ちが入るしそっちの方がいいかもしれないのぜ。まああと単純に、トライガンって感じで古臭いし、進行、テンポが遅い作品だから余計アニメ化向けじゃないんだよね。ただ、この漫画はこのテンポでまあちょうど良い感じだと思うし、あくまでもアニメ化目指すならって感じなのぜ。何度も言うけど面白さは千差万別だし、アニメ化だけが全てじゃないのぜ。パンドラ7、大の大冒険とかの時代に発売されていれば、という感じの2024年に発売する漫画としては、シナリオがクラシックな作品。シナリオは隔離されたユートピアで、唯一の人族として育った主人公の女。そこに人族至上主義の軍隊が攻めてきて、ユートピアを壊滅させる。そのユートピアにあったパンドラの箱なるドラゴンボールのようなものと融合した主人公は、外の世界で予言の力を使って、人族以外の種族を奴隷化している人族に対して、反旗を翻すという感じの大の大冒険っぽいナロー系 RPG 漫画。ネタ的には、人族以外に迫害されている他種族の英雄の問題を解決しつつ仲間を増やして、ラスボスの人族の神殿に戦いを挑むという RPG 展開なのだが、おまんじゅう的に思うことはこの使い古された展開の漫画って2024年にいる?って思う。この手の漫画を読みたいなら、上位互換の大の大冒険とかだったり、すでに腐るほど名作があるのぜ。なので RPG 作るなら、例えばユーベルブラッドみたいな感じの、何かしらの工夫だったりひねりがないと、作品や作画が凡庸だと埋没しちゃうし、ロトの紋章だったりといった作品と比較されちゃうことになるから、何かしらの工夫が必要だとおまんじゅう的には思う。決して面白くないわけじゃないのぜ。時代についておまんじゅうが思うって部分なのぜ。この漫画は決して工夫されていないってことはなくて、例えばこの手の王道を行く RPG 漫画のテンプレだと、7種類の種族の英雄がいて、パート7に分けて英雄が抱える問題を一人一人解決して7英雄を揃えて、最後にラスボスに挑戦するっていう水増しシナリオが一般的だけど、これをエンタメがレッドオーシャン化している昨今にやると、離脱率が上がっちゃう可能性が極めて高いのぜ。今の消費者ってせっかちだし、アホほど無料でリッチなコンテンツが溢れていて、いかに、相手の持っている1分を奪って自分のコンテンツに持ってこれるか?っていう血みどろの時間の奪い合いをしているから、コンテンツがレッドオーシャン化しちゃってて、カーボンコピーだと感じる漫画だったりといった引きが弱い漫画だと、すぐにシュッとスワイプされちゃうんじゃないかな?って思う。よっぽどシナリオの才能がない限り、王道を行くシナリオで戦うのは難しいよねって部分なのぜ。話は戻りますが、この漫画はそういった水増しをしないで、敵化を図っている部分は工夫されていますし、ここからネタバレ?7英雄を集めるシナリオも短い関数で終わらせようとする工夫が見て取れますし、7英雄を揃えないで1英雄?みたいな感じで終わらせて、そのテンプレだるいわって部分は極力カットしてて、好感が持てます。何度も言うけど決してつまらないわけじゃないのぜ。ただこの漫画を読んでて、おまんじゅうのあんこがそう思ったって、ノイズを垂れ流したかっただけなのぜ。ユーベルブラッド、女装書た漫画という性癖が歪んでいるマエストロが書く本格ダークファンタジー漫画。この漫画を読んだ後にブロッケンブラッドを読むと、おいおいどうした?って感じになるのぜ。逆に、お前ブロッケンブラッドじゃなかったのかよ?何真面目に本格ダークファンタジー漫画描いているんだよ?早く女装書た漫画描いて役目でしょってことかもしれません。吉富明人と塩野江戸二郎派、二代上下の落差が激しい作家なのぜ。さっきユーベルブラッドの話をしたので気になる人に解説。この漫画は読んだ時に、暗光ガンと殴られるような衝撃の走った。初めて進撃の巨人を読んだ時と同じような感覚に陥ったただの神漫画。この手のダークファンタジーって、2024年からしたら、テンプレ化しちゃっているけど、多分このユーベルブラッドが始祖で、これに影響されて、この手のダークファンタジーがテンプレ化したと思われるのぜ。それくらいこの漫画は作家に与えた影響の凄まじい、控えめに言って神漫画なのぜ。作画も工夫
クソ激烈にお上手だしね。内容は、異界の者と人類が生存権をかけて戦っているファンタジー世界。人類軍は11英傑を集めて、異界を何とかしてくれよって旅立たせる。長く、苦しい、戦いの末、生き残った7人は7英雄としてチヤホヤされる権利とほぼ何でもできる権利を有し、11英雄のうちの4人はあろうことか異界に寝返ったクズであり、裏切りの槍として山岡さんの鮎として歴史に名を残す。ところがぎっちょんちょんなのぜ。実は異界を何とかすることに成功した真の英雄とは、裏切りの槍と呼ばれる4人であり、7英雄こそが、裏切りの槍だった。主人公は裏切りの槍のレッテルを貼られて、7人に罠にはめられてガメオベラ一歩手前までの瀕死の重傷を負ったソードマンであり、こいつが、裏切りの7英雄絶対許さんマンとして、7英雄が平和に統治している、安定化した真の平和な社会に対して、知るかそんなこと、お前ら絶対全員ぶっ殺してやる、とたった一人で復讐を始めるというシナリオ。これ、うちらおまんじゅうの解説が全然お上手じゃないことを加味したとしても、めちゃんこ面白そうでしょ？なので、そうなんだよね、もうね、シナリオの導入がガチで面白いし、この手の実は英雄だったと言われている奴らが、ゴミカスでしたってネタの漫画って量産されているんだけど、これが多分元ネタです。めちゃんこ面白いので、超絶おすすめの漫画なのぜ。関数が多いのでダークファンタジーに疲れたら、息抜きにブロッケンブラッドを挟むといいと思います。